次に3点目でございますが、イタリアン食の祭典等の開催であります。これは一昨年から続けてまして、今回は3回目でございます。で、9月16日に行いは、場所は富賀運河冠水公園、また主催は富山県、それから出展者は20事業者程度を考えております。またもちろん対象の方は一般の県民の方、観光客の方々ということでございます。内容はここにある通りですけれども、イタリアンレストラン等による、例えば白エビなどの県産食材を用いたピザやパスタのほか、チーズやデザインなどの飲食販売も行ったり、富山産のワインとか地酒、ソフトドリンクだとか、あるいは今年の目玉の一つになるでしょうかね、フフフと、黒作り、イカの黒作りの時の黒作りを、噛み合わせてですね、富山ライスコロッケというのを、作って、食べていただくと。それから今年もこのパンツェッタ・ジェローラモさんに来ていただいたり、落合イタリアン料理協会の会長さんにも今年もおいていただく。それからイタリアン音楽とか、地元でご活躍のともみさんのライブなども、それからワイン講座などもございます。それからイタリアンクラシックカーの展示もあると。それからイタリアンランチクルーズということで、これは初開催ですけれども、今年就航した新艇冠水ですね、これに、乗っていただいて、県産食材を活用したイタリアン、これはどうしても弁当形式にならざるを得ませんけれども、それを、楽しんでいただいて、クルーズを楽しんでいただくと。シェフの解説付きと、からワンドリンク付きということで5000円ですから、割安だとも言えるかと思います。ぜひ多くの方のご参加を期待しております。それから1枚めくりいただいて、イタリアンパーティー、これは5回連続の開催となりますが、こちらの方は参加費1万円ということでございます。いつもすぐに定員になってしまいますので、ご希望の方は早めに申し込んでいただければと。それから親子料理教室、昨年はちょっと開催できなかったんですけれども、2年ぶりに開催して、これは場所はサンフォルテの2階で行うことにしております。親子16組32名まで、参加費500円ということですから、私も一昨年覗いてみましたけど、本当に懇切丁寧な説明で、親子で非常に楽しんでおられた家族が多かったなと思ってまして、県内の小学生にですね、東京で活躍するトップシェフがイタリア料理教室を開催するということですので、多くの方が楽しみにしていただけるんじゃないかと思います。以上で私からの説明を終わらせていただきます。